はいそれではエルムステークス絵本、えー、ちゃんの方を始めます、えー、4連勝なるかってことでねお,おばあさんやタンスの服からわしの財布出てきたわいやあら紹介見つかったかいよかったねブルゾンさんに感謝するんじゃよああまあ盗まれたから感謝もクソもないんじゃけどな ところで、んやあ、財布とじゃな奥にへそくりっぽいのがあったんじゃよなあ、それわしのへそくりだけどあんた使ったのかあからちょっと使わしてもらったよ今回何を買うてきたんじゃええあはははいや とても強い馬がおったんでな。あ、ちょっと四連勝をちょっと期待して、単勝10万円と副賞を100万円じゃな。ああ。ええー、あんた、110万円も買い物してきたんかいああ、ああ、いけなかったかのお前それいけないってレベルじゃないでお前。いや、そら、そらお前。 馬券絡んだねけど、お前、絡まかったら、お前、100万円パーだからな、お前。あんまあ、それは分かってるんだけどな。まあ、えとりあえず、わしが使っとくわ。な。ああ、ばあさん。って言って、お前の財布確か3万ぐらいしか入ってなかったから、お前、ほとんど俺、わしの金じゃねえか、お前。まあ、とりあえず行きましょうか。レッチェゴン はい。それじゃあ、えー、エルムステークス、えー、本ちゃんの方始めます、えー。フルゲート14と。で、えー、と、予想通りテーマ迅速、うん、断然の一番人気。えー、あと、ピオネ・ロモンド・クラッセ。まあ、大体予想通り続いてます。で、えー、と、まず真っ先にコスモ・カナディアン、えー、対抗候補してましたけど、えー、と、パサパサの、えー、乾いたダータやったら推しだったんですけど、 ちょっと今日見てる限り、えー、時計がやっぱり、えー、重馬場、あるいは不良に近いぐらいの速さ。もう重馬場の判定ですけども、も水溜まりの馬場やったんで、ちょっとそれじゃ話し合わん馬なんで、えー、内枠は良かったんですけど、ちょっと今回無理ですね。えー、暗丹内さんね多分奔走すると思う。多分奔内さんですね、これ多分。 でえっ、ー、と本命はーム人則変わりなく対抗に、えー、モンドクラスでこちらをもうやえたらまあまあ足のけん方がええかなっちゅうことで一応前回紹介したんでそのまま対抗、えー、ただですねえー、安城勝浦さんまでは前回いいって言うたんですけど ええと、ちょっとね、マイクも多すぎて、で、ドリームキラリア、あよやこだかがちょっと落ちってもうたんで、万が一先手取れんことなった場合も多分、崩れちゃうことあるんで、そこだけ気ぃつけてください。もう分かりやすいと前奏のあったりステークス。もう、前映えんかったらもやきないんで、そこだけご了承ください。 えー、決闘面は十分でしょう。アグネスデジタル。えー、前紹介した通り平坦な1007008、えー。右回り、特に京都、札幌。今、えー、基本ここからでも来てましたけど、そこら辺、ベタ買いで構わないです。不良、重ばば、足抜きい,い方が、えー、活躍するのもめめったに問題ないですわ。で、黒三角ですけど、えー、ピオネル一応知っておきます。 え、もう予想通りというか人気通りなんですけどアンジョルメッチャン、えー、今日も絶好調、えー、問題なし。えー、オーバーは、ですけど、えー、このままもともと芝走ってたので、えー、明らかに足抜きいい方がいいの分かってるんで、パスパスより間違いなく、え、パフォーマンス上がる。えー、まあ、オープンクラスと、こう、地方で重所走ってますけど、ほとんど崩れてないですね。もう正直もうここいいし、2、3と。 カ、えー、スのカナディア以下全部印ばっさり切ったんでもうこの一二三万人気もう図、えー、の示す通りでいいと思いますわ。多分他突っ込んでくる車見当たりません、えー、ロンドンタウンうちの祝ったら面白そうなんですけどやめときますもうこれ以上いうことないですうわ。ないないないクのノスター王 えー、いつやったっけ23年前ぐらい不良のエルムステークスを走ってきたんですけどえー、っと前走三つ場相手にコンマに悪くないんですけどえー、この調ま教まを見たんですけどまあ、サッカーのキャンター調整だけともうやる気多分ないですわこれ多分やる気ないよこれこれはひどいわ悪歩いてんもんこれ。 これはやる気ないわキャンター調整だけで来たら苦労するよんこれはい特に連投でもないのに中3週明けてのキャンター調整ちょっとこれは聞きたいわこれ何しに来たの来聞きたいわンジョサッチーさんですけどサッチーさんってだけで買うのはダメですねはいということでえっ、ー、とこちらえー、以上3頭もうほんまにべたに人気通りですね1番人気3番人気2番人気ですね えもうこちらにばっちり買い目絞って買いたいと思いますえ以上3等で印人気馬ですけどいきます、えー、すいませんコスモカナディアいてたんですけども雨で大安になったんで顔悩めまして迅速とクラッセとえー、ピョーちゃんでいきますはいで10万円の行方です えっ、ー、とちょっとテーム迅速側の人気にちょっと答えられるかわからないんでワイドですね、えー、本命対抗が一応本線なんでこちらワイド6万円、えー、あと本命と黒三角ですねワイド3万円、えー、で対抗と黒三角ワイド1万円で合計10万円ちょっと硬い予想になってますけどもこれで許してくださいはい まあ4連勝してもおかしくないんですけどね。ちょっと足抜きをすぎるんで、万が一があったらちょっと怖いんでね、一着ね。馬券からまんことはないと思うんですけど。まあ古川さんもね、ええー、まあもともと竹野下さん乗ってたんですけど、ええー、古川さん変わって3連勝と。ええー、もう天のりでね、屋根でこんだけちゃうんかってくらい変わってきてくれてるんで、まあね、ええー、頑張ってくださいってことで。もう古川さんもっとね、ええ、ジンバ一旦で4連勝を目指して頑張ってください。ちょっとね、 もう最近もうねもうシュの足と格のめんどくさいもうこれ一体化してますけどもこれしゃあないですよはいまあ絵はねこれが最高のクオリティなんでもうこれ以上書けないんでこれでお許しくださいでえー、っとちょっと今ね、えー、去年同様小倉、えー、競馬プラン入ってちょっと、えー、大阪から出てきとるんで小、えー、ら来てますんで明日小倉見に行くんで 朝なんもないんですけど、博多ステークス、えー、3歳以上の1600万以下、芝2000メ、えートル、そちらメインでやりたいんで、えー、そちらも予想したんでよろしくお願いします。あと、プラス世紀屋記念もやるんでよろしくお願いします。はい、以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。